テイクバックの順序がある程度正しければ右手一本感覚で両手で振れます。そのままダウンスイング、右手だけで。右手だけで。はい、OK。こんな感じ。おお。お父さんが大ファン、いきなり出演して嬉しいドッキリをプレゼント。ちょうど12月15が誕生日でして、サプライズ、清松と申します。清松と申します。お父さん清松さん、はい、清松さんあります。典型的なアウトサイドインスイングに悩んでおります。アーリーリリース、インパクトの伸び上がり。ダメだ、まあ、確かにそうですね。相当っすよね。顔が、まあ、ちょっと目標の逆向いちゃってますもんね。はい、でも伸び上がって、はい、もうすくい上げるというか。じゃあ右軸取ってみましょう。はい。ダメダメダメ。おお。おお。じゃあ今度反対。はい、これもきついですね。正解が、はい、右足かかとちょっと上げていただいて、体を回せる限界ここですね。あ、肘が体の前に来るタイプなんですね。肘が体の前、はいはいはい、実回転するときに、まあ、前にあるとこうやって抱えてあげると、うん、回りやすい。はい、そういった場合は肘が体の前にあると回れるんですね、うん、でこれ逆に肘が体の後ろにあったら、あ、もうボキボキ回りにくくなっちゃうんですね。だスイング中の肘は体の前にあると振りやすいタイプ。あ、じゃあこれは脇固定グリップで持っていただいたら、右肘しっかり曲げたらこのまま左軸、うん、センター軸、これ相当ちゃんとしたフォローになりましたでしょ。頭頂部から首の付け根の、まあ、ここなんですけども、こうやってずれちゃってるんですね。はい、でこれずらさないコツっていうのが、鎖骨ありますでしょ、鎖骨、はい、左の鎖骨の一番右へり2本あって、ここですね、うん、この辺ですね。左の鎖骨の右へりを頭の左側にずらすイメージです。そうすると頭残りますでしょ。はい、そうです。でここで右の肘が軽く伸ばされて逆コックをする。逆コックで、逆コックがこれさっきあの肘の位置の話ありましたでしょ、まあ、前か後ろか、はい、前に来る人っていうのはフォロースルーで肘は前側なんですよ。2種類あって、前に来る人は結構ローテーションします。前だとこうやって返すと見た目自然に見えるんですね。でもう一回いきますね、はい、肘が後ろの人、はい、これローテーションしちゃったら不自然じゃないですか。そういった場合はこっちになります。合うタイプは前側ですから、こっち、はい、鎖骨を意識しながら左軸で、ここからですね逆コック、ここがやりやすいタイプなんですね。これ人によっては脇腹の後ろに肘が来るとやりやすい。これやりにくいですよね。これ人によってこれが正解の人もいます。鎖骨を意識すると、はい、はい、頭が動かないですよね。体の動きの原則は溝落ちリードなので、必ず溝落ちから動かなきゃいけない。逆コックは左手の甲が背屈、右手の甲が平ら。溝落ちがテイクバックで動いてる間はこの手首の形は変わらないってのが原則なんですね。変わらないってのが原則なんですね。だから溝落ちから動かす、はい、で最初はこうやってアドレスからやると難しいんで、はい、直立していただいて、はい、適当に体を右側に回していただいたら、ここで体の回転ストップ。まだ左手の甲は甲側に折れてますよね。手は動かさないで手首だけ動かすと、クラブの関節はこう切ってこっち側に来るわけですね。横かつ下ですよね、はい、逆コックから右側、体止めて下がる。そう、背屈の形から左手がニュートラルになるんですね。
はい、そうです、うんうんうん、はい、そうです、うんうんうん、そうすると右手の甲に角度がグッとつきますよ。そこから今度は引っ張り返すだけ、引っ張り返す、そうそう、はい、そうするとさっきの形につながって、はい、逆コック、で逆コック、はい、そうです、そうなります。体、手首、引っ張る、体を止まってヘッド落ちたら、はい、引っ張る、そうです。白の上で構えて、はい、白で尾を打ちます。そうそう、そういう感じ。黒の真ん中ぐらいにヘッドをセットして、セットして、で上がるとヘッド下がりますでしょ、はい、そしたら白の高さに戻りましたよね。あ、そういうこと。これが徐々に下がってくれば、下がって、そうそう、おこうやって打ってくる。うん、いいでしょう。まあ一応これでできてる。おお、先生、はい、嬉しい。右手の最下点ポイントに、まあ、来た時に左軸に乗ってなきゃいけない。これは今体が右向きすぎてます。右向いて手返す、昔流行ったような打ち方ですよね。いや、ほんと右手手返すだ、めっちゃ意識しましょう。はい、それはやっちゃダメなんですね。ダメです。それ、はい、でそれの名残もあるんですね。つり革ポジション、はい、出た。でつり革ポジションが前に来るタイプなんで、はい、ここですね。何も感じないですね、これ例えばここ来たらはまんないですよね。はまんないですね。ここですね、あ、めっちゃ前だ。ここはまりました。はい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 。じゃあ着地。着地。で伸ばす。伸ばす。はい。で肘は曲げない。ここまで曲げない。ここまで。でインパクトはここに左軸が入ったここ。出た。あ、出た。これか。ここです。これか。はい。肘の着地ポイントと右手の最下点ポイントに手が下ろしてきたら、体こうなっちゃいますよね。左軸乗っちゃいますよね。こうとかしなくないですか。しないですね。はい。わざと変なことをやっちゃうっていうのは結構ありがちな、ありがちですよ僕は、はい、ほっときゃいいって感じなんだよね。はい、で釣り革、軽く右軸入れて、あ、そういうこんなもんです。ここから右のポッケ方向、基本軌道に落ちてくると腰ってどんどん、はい、左軸に入れて、うん、あ、センター軸が鎖骨、すぐつ、あ、これ、はい、はい、そうそうそう、右手一本で打っていいだったら結構簡単ですよね。トンカチと釘の関係みたいな感じで、両手でトンカチ打てって結構難しいんですよね。そうなんですよ。片手だったら簡単、そうなんですよ。ゴルフもそんな感じで OK です。ええ、両手になった時にこの感覚で本当に振れます。あ、そうですか。はい、やりがちなやっちゃいけないことを、はい、手をインから下ろす、インサイドから振り下ろさなきゃいけないから、自分の視界から見て手がインからアウト、これもやりがちなんですね。やっちゃう人が多い。こうじゃなくてこうですよっていう話も見たことあると思います。はい、手の左回りは腰の右側にこのぐらいの半径ですね。自分の手がですね、こう立って回る感じ、はい、こうですね、うんうん、で手前から前側に来た時に帰りどころを作るんです。ひっくり返すと体ってなんか一緒に左側に回りません？こう来てこう、そうです、こう来てこう、そうです。そしたら腰の位置が少しこちら側ずれるので、また基本軌道に置く。手ここ通るんですね。インサイドからとはちょっと、まあ、程遠い感じしますよね。まあ、むしろちょっと逆というか、そうですね、こう戻ってくるんですね。そうです。この帰りどころっていうのは何が起きてるかっていうと、あべこべ回線から脇固定グリップなんですね。あべこべ回線から脇固定、これあべこべ回線でひっくり返すと輪っこ固定になりますね、うんうん、これ輪っこ固定グリップの形と一緒ですね、そうですね、はい、輪っこ固定、はいはいはい、そしたらまた基本軌道に下ろしてくると引っ張る形になりますよね、うん、そう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 。水平だったらまあちょっと待ってるだけで、斜めの角度になってくると気持ち手を前に出してあげるとクラブって倒れてくれるんですね。自分で良いこらせって倒せるかは前側に出しちゃう。あ、はい、そうです。そうするとはい、倒れますよね。でここまで来ちゃえば、バッコテグリップまで来ればそこから地面に向かってヘッドをリリースすると、まあ、一応サムダウンになるんですね、うん、
人によってはまあここでもう石川遼君みたいにサムダウンになっちゃう人もいますし、うん、まあ、人によってはまだちょっとここであべこべ回線のままこの辺でバックコテに入る人もいるんですけども、一応基本のニュートラルとしてはここで脇コテグリップです。テイクバックの後半で手とクラブの時差ができてますよね、はい、これが見た目として溜まってるように見えるんですよ、うんうん、溜めてる感じないですよね。そうですね、うん、溜めてる感じないですよね。そうですね、これむしろほどいてる方向なんですよ、手の中でこういう感覚ありません？あります、あります、はいはい、でこうしてこうやってる感じですよね、はい、これが見た目がこう見えるんですよ。あ、テイクバックの後半で体がひねり戻されてクラブが出る、この動きなんですね。めっちゃ差がありますね、はい、時差をつけてるってこれダウンセグでやってるように見えるんですけど、テイクバックの後半でやってるんですね、うん、はいはいはい、そうちゃんとここに置いてくる。おお。ちょっと後ろ倒してシャフトだ、ヘッドがプレーに乗ってグリップを引き込んで、かっこいい、乗る、ちょっと体が開く、まあ、これがレッスン前、はい、恥ずかしい、これがレッスン後。おお、ね、今右手で、まあ、気持ちよく振った場所がありましたけども、テイクバックの順序がある程度正しければ右手一本感覚で両手で振れます。振れますか？振れる場所があるんですよ。でそこがまたはまる場所として一つあるんで、はめます。やった、溝落ち、溝落ち、あべこべ、あべこべ、そして脇固定、脇固定、最後あべこべから脇固定の時にちょっと左腕が引き上がりましたでしょ。はい、めっちゃ上がりました。でここが今右手がちょうど脇固定ポジションですね。はい、持ちやすいですよね。持ちやすいですね。そのままダウンスイング、ダウンスイング右手だけで、右手だけで、はい、 OK、 こんな感じ。おお、おお、そうか。変重心キャッチ聞いたことあります？あ、ないです。クラブが一番軽く感じるスポット。あ、聞いたことあります、はい、すみません、はい、今最後ここに乗りましたでしょ、はい、その時に次にシャフトが動く方向の真後ろに重心が来てるんですね。その感覚つかめればバッチリ。じゃあ僕ちょっとそこにはめるので、はい、これまだ乗ってないですね、うん、まだあべこべですけど乗ってないですよね、うん、はい、来て来て来て、はい、ここで脇固定ポジション、この瞬間、うんうん、軽くなったの分かります？あ、分かります、分かります。そうするとここ今左腕が右手を邪魔しないポジションです。はい、右手だけでキャリーケース、キャリーケース、 OK、 そうです。右手で持った時にはほんとこういう感じあったと思うんですよ。はい、溝落ち、目越し、そうそうそう、そうすると体開けますでしょ。そこから、はい、キャリーケース、 OK、 バッチリ。あ、はい、そこから、はい、キャリーケース、 OK、 バッチリ。あ、はい、最後の帰りどころが難しいんですよ。帰りどころと、あと思った以上に何ていうんですかね、左肩が入る感じ。そう、こう入れた後ですね、はい、先生からこう もっとこう上げさせられたイメージがあるんですけど。そうなんです、帰りどころに関しては手が上昇するんですよ、うんうんうん、こうやって回ってるので、はい、こっからここは上がりますでしょ、はい、だここで上がる、でさらに、まあ、左手だけだとこういった動きになるんで、わかるかな。あ、でその時に帰りどころどうですかね。これ背屈から小屈、うん、上に上がった時にさらに左に回るから、なんか手が上がるとこっち回るで、なんかひねられる感じがしますでしょ。それがあのダウンスイングで、まあ、ねじれを作る、うん、イメージとしてはこれがトップなんですね。これがトップじゃないんですよ。お、手がちょっと引っ込まれて少し戻った感じ、ここはトップな感じ。そうそう、するとあんまり右に深く回りませんでしょ。結構みんなこうすごい右に回って体がいっぱい回るといいから降りるって勘違いしがちなんですけども、あんま回らないんですね。溝落ち、あべこべ、そして仮どころで、あ、ここだな、やっぱ、はい、この感覚新しいですね。そうです、でそこからマットを叩く、それで OK。 じゃあ左手でこれちょっと押さえて右手で叩いてみてください。はい、絶対ダメなやり方です、それ。絶対ダメ、はい、これ、はい、これ逆にこうなんだけどダメ、はめますね、はい、ここです、はい、そう、そうそうそう、あ、そうそうそう、こう、この形になるんだけど、
ってことはこうなるわけですね。体の回転と、はい、合ってきますでしょ、はい、そうそうそう、その感じ。はい、靴のまま上げる、そうそうそう、 OK OK、 そこからこうですよ、そうそうそう、だいぶだいぶ いい、はい、いい方ですよね。当たってきましたね、はい、この感じでいきましょう、はい、ピコピコ、いやダメダメ、はい、最後今、はい、手の通り道が、はい、最下点からこっちなのが、はい、こっちの、あやっぱそうなんだ、左の釣り革ポジションが、はい、ここなんですね。あだ結構右腰を頂点にして V の字なので、当たった後は手がちょっと右に抜けるイメージです。そっち、はい、そうするとさっきのサムダウンからの抜ける方向と一致するんですよ。そう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 、そう振らなきゃダメ。スナップの仕方がやっぱりまだこうなんですよ、はい、でこれをこう持ってかなきゃいけなくて、はい、ちょっと右手でこれ持ってもらって、はい、これちょっと右手最下点ポイント作ったら、はい、斜め上、はい、顔の正面をこうやって横切るようなイメージなんですよ、うん、こうして、はい、あこうなんですよ。おお、そう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 、さっきまだスナップがこっち、あ確かに、はい、結構縦振りのイメージなんですね。インサイドアウトに振るわけでもなくて、そうです、腕の中でクラブが縦に動いてる感じしません？はい、そうそうそう、腕の中で縦に動いてる感じ、はいはいはい、これが横の癖がついちゃうとダメなんですよ。あはい、ダウンスイングきた、はい、おお、だいぶ嬉しい、まっすぐきましたね。おお、はい、 OK です。お疲れ様でした。どうでした？いや、非常にやっぱり来ないとわからないことがいっぱいありました。ちょっと教えていただいたことをなるべく忘れないようにしたいと思います。ありがとうございます。ください、はい、はい、じゃあ OK です。ありがとうございました。お疲れ様でした。癖ですね、完全に。やっちゃってましたね、前倒し。